リチャード・アビニア・レンテリアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、ハーバーシティ地区出身の元プロ野球選手、ウト右ミギ2016年から2020年まで MLB の、シカゴ・ホワイトソックスで監督を務めた。メキシコ系アメリカ人である。1980年の MLB ドラフト一巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。 1986年9月14日にメジャーデビューを果たす。12月5日にトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。1990年9月18日に自由契約となった。1991年3月15日にデトロイトタイガースと契約した。8月2日に自由契約となった。8月14日にモントリオールエクスポズと契約した。 9月20日に自由契約となった。1992年2月18日にフルスのタイガースと契約した。6月3日に金銭トレードでメキシカンリーグのハリスコチャロスへ移籍した。1993年2月20日にフロリダ・マーリンズと契約した。1994年12月23日に FA となった。1996年には メキシカンリーグのメキシコシティレットデビルズでプレー。この年限りで現役生活を終える。1998年にマーリンズ参加の A 級ブレバードーカウンティー、マナティーズでコーチを務めた。2003年にサンディエゴパドレス参加の A 級レイクエルシノアストームで打撃コーチを務める。2004年からは A 級レイクエルシノアの監督を務めた。二千六年十二月一日。 トリプル A 級ポートランドビリーバーズの監督に内部昇格することが発表された。2007年12月12日に2008年シーズンからメジャーの一類コーチに就任することが発表された。2010年10月18日に2011年シーズンからベンチコーチに就任することが発表された。2013年には第3回 WBC メキシコ代表の監督に就任した。 2013年11月7日に3年契約でシカゴカブスの監督に就任することが発表されたが2014年シーズン終了後にジョー・マドンを監督に昇平のため1年で解任となった2015年11月10日2016年シーズンよりシカゴホワイトソックスのベンチコーチ就任が発表された2016年10月4日2017年シーズンより ホワイトソックスの第40代監督就任が発表された。2020年10月13日にホワイトソックスの監督を辞任した。ありがとうございます。